タンタンタン、タンタンタン、タン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 、タンタンタラララララ。恋と言われりゃ会いたくなって、おいでよ、宜野座村。あの人に伝えたい。みんなにも教えたい。水と緑と太陽の里、宜野座のいいところ。水と緑と太陽の里、宜野座のいいところ。気晴らしに行こう。沖縄へ行こう。会いに来いと、ヤギさんたちが、めめと待っている。会いに来いと、今すぐ来いと、めめめんそれ。Welcome to 沖縄。めんそれ沖縄。はいさーい。はいさーい。はいさい、ぐすよちゅうがなびら。沖縄ユンタ放送、こんな感じ。2回目の投稿ですね。いやー。畑も徐々にです。よんな、よんな、ゆっくりゆっくり、スローライフのような感じで、着々と、進んでまーす、畑を始めるんだって言うと、畑を始めたんだって言うと、100% 決まって何を植えてるのと、聞かれます。そこで、答えるのが、いちいち説明するの大結構大変なんですよ。楽しみ。楽しみがつく、木を植えてる、作物を植えてるというふうに答えています。楽しみを植えないと意外と畑は苦しみもセットについてきます。いやー、結構力仕事もあります。そんな感じで自分で力仕事をしてみて、体験しないとわからないことがたくさんあります。やっぱり独自の、やっぱりやるからには、継ぎ木、取り木じゃないけれども、先輩たちのアドバイスを、はい、いかに早く取り入れて、生かすか参考にするかでも、全然スピードが、経験の速度が違うと思うんですけどね。あとは、もう一つ、先輩たちの話をよく聞いて、独自のオリジナリティを意識してます。例えば、この千年木、これ植えるの大変なんですよ。まず10キロぐらいの鉄の棒で穴をポンと刺して、これ1000本植えるとなるとかなり気が遠くなるなと思って、1日100本植えるのがきつかったんですけどね、この前の天を味方にすると、恵みの雨を、初めて恵みの雨って感じたのが、この前の体験ですね。ここ、土砂降りで、もう土が緩んで柔らかくなってるんで、もうあの重い鉄を筋トレにはいいんでしょうけどね、力仕事しなくても、プスプスプスと、刺さっていきました。水の力ってすごいなぁ、天の恵みってすごいなぁと、感じた、経験でしたね。だから雨の日の後をうまく有効活用したらいいなぁと思いました。そして、ここはですね、ここが楽しみの種をいっぱい植えてる。特にここの、空間は、スペースは楽しみっていう空間です。楽しみの実をたくさん植えてます。まずは楽しみは楽しみでも、ひまわりをまっすぐ10列ぐらい。そして奥の方もひまわり、植えてます。
こんな感じでですね、そしてちょっと木陰ができる、木のところからかなりの空白をとって、ここでテントを張ったり、キャンプをしたり、そして三振ライブをやったりとか、もう足火をしたりとか、そんな企画も考えてます。そして近々の、あくまでもまだ、予定はいつも未定ですけれども、ジャンボカボチャ、あのジャンボカボチャをせっかく楽しみに植えた植木さんが、おーっていうような生かす喜びをみんなで共有するために、大きな器にして、ジャンボカボチャを大きな器にして、切り抜いて中を、取って器にして、中身はヤギのごちそうにして、植木さんが作ってる美味しい栗かぼちゃをでスープ、鶏肉とかいろんなのを入れて美味しいスープを作って、そこでみんなで食べている食すっていうこのイメージ、そしてここでは三線弾いてギターも弾いて音楽でみんなをどうねぎらってっていうような感じで、そんな楽しみを近々してみたいな、みんなに声かけてみたいなと、思います。じゃあ今日は、今日の気温、沖縄20度ぐらいですね。ちょっとひんやりはしないんですけど、涼しくてすごく、畑日和ですね。だから今最近私は毎日畑で朝こうやって巡回しながら散歩するようにこんな感じでパトロールじゃないですけどね、こんな風に、散歩するのが日課になってます。今日は犬はちょっと連れてきませんでした。そして、私は疲れたっていう言葉を口癖にしたくないので、ついてるは口癖にしてますけど、疲れたっていう言葉は口癖にしたくないんで、畑で一生懸命動いたら働いたら畑で疲れが取れないかなーってちょっと思ったら、そうだ、この周り竹がたくさんある、この竹をうまく使って、疲れが取れないかなーということでちょっと試してみました。竹踏みをして、これ好評であればもう頑張ってこの1列全部竹踏みにして、帰りは竹踏みして帰ったら疲れが取れるんじゃないかなーっていうイメージです。そしてここは、ヤギのごちそうを植えてます。で今日の予定は千年木の苗はもう準備してます。これでも足りないんですよね、千年木の苗を準備してるので、これをヤギの給食時間が終わったら与えようと思います。ここはアスファルト、ここ腐葉土ももう溜まってるんで、ここを掃除したらきれいになります。もう奥の方は、もうバナナをフルーツを植える準備をして堆肥を積み始めてます。ここの農園の名前を何にしようかなって、ちょっとまだ決めかねているんですけどね、楽しみ農園とか山学校農園とか、まあいろんな心の中ではいろんな名前を考えてるんですけど、もし皆さんいい名前があったら教えてください。沖縄ユンタ構想、そろそろまた違うバージョンで違うカテゴリーでこんな風に、発信していきたいなと思います。なかなか今編集する時間が取れないので手抜きと思わないでください。こんな投稿が、増えると思います。恋と言われりゃ会いたくなって、おいでよ義の座村、あの人に伝えたい、みんなにも教えたい、水と緑と太陽の里、義の座のいいところ、水と緑と太陽の里、ギノザのいいところ、ギノザのいいところって、発信したら
宜野座のいいところを探している人たちがいます。そんな人たちが私を見つけてくれる人が増えてきました。車では気づかなかった、通り過ぎてしまった宜野座村が歩く速度よりもスピードよりも速く自転車で、サイクリングのような感覚で宜野座村を、宜野座村のいいところを見つける、そんな企画もできたらいいなと、心の中から歌が生まれるようにどんどんいろんなアイディアが浮かんできます。ということで今日も一日快活で爽やかに天を味方につけて頑張っていこうと思います。先日、80歳でスマホを始めたばっかりの前原さん、初コメントありがとうございました。そして、ヤギのごちそうの千年木の差し入れもありがとうございました。いやー、なんかとっても嬉しかったです。またやーさーい、ニヘレビル。